きの丸のバカ。そりゃ遅れたのは悪いけど、あんなに怒ることないじゃない。理由も聞いてくれないで。おーい、ママ。え？ママ。何を？まだ何か用？ごめん、僕が言い過ぎたよ。いいよ別に、無理に謝ってくれなくても。ちょっと、そんな言い方ないんじゃない？まあまあ、ももちゃんももう十分反省してますからね、ももちゃん。うん、ごめんなさい。もも、はい、これで仲直りです。あ、いたいた、もも姫さん。あ、山吹さん。いや、探しましたよ。急にいなくなってしまったからお礼も言えませんで、先ほどは本当にありがとうございました。いえ、そんな大したことないですよ、お礼なんて。もう、この方は？ああ、失礼しました。私、満月劇場の支配人、山吹と申します。実は先ほど、本番中に舞台のセットが突然壊れて、主役の子が怪我をしてしまいまして、公演が中止になりかけたところを桃姫さんに助けていただいたんです。助けたって？桃姫さんが舞台に上がってお芝居を続けてくださったんです。桃に芝居なんてできんの？だって忍者の役だったし、それに5回も見てたからセリフ全部覚えちゃった。5回も？通りで。おかげさまでお客様も大変満足していただけました。私も楽しかった。そうだったのか、ごめんね、桃。もういいよ、なんか恥ずかしいし。ところで山吹さん、あの役者さんの怪我の具合はどうですか？幸い命に別状はないのですが、1週間は安静にと言われまして。うちの看板役者だったんですが、まさかこんなことに。それじゃあ公演はどうなるんですか？お休みに？いや、それだけは。うちの舞台を楽しみにしてくれているお客様のためにも休むわけにはいきません。あ、それで桃姫さん。はい。またうちの舞台に立っていただけませんか？本当ですか？うーん、面白そうじゃない。なんなら私も手伝ってあげてもいいわよ。私もご協力は惜しみませんわ。いいんですか？ありがとうございます。きじめ、お姫ちゃんまで。いいのか、君丸。うーん、みんなも喜んでるし、これも人助けだよ。ま、おめえはしばらくももに頭が上がんねえしな。みんな、張り切っていこう。ああ、ワイルドターキー。へい。例の芝居小屋の件だが、満月劇場ですね。昨日セットに細工をして主役のやつに怪我をさせてやりました。看板役者がいないんじゃ興行は中止。もうやつらも出ていくしかないでしょ。見やがやろ。あの小屋は行列ができるぐらい盛況だ。何が興行中止だ。そんなはずは。たかが芝居小屋一つ音出すのにいつまでかかってんだ。すいません。いいか、カジノビルの着工までもう時間がない。一刻も早く叩き出せ。そこまでだ。悪の美女ベニキジメ、カトリーヌ姫を放せ。この桃の神が来たからにはどんな悪事も許しはしない。桃の神様、助けに来てくれたんですね。ちょっとちょっと、どうして桃が正義の味方で私が悪者なの？でも美女っていう設定ですよ。そりゃ美女を演じられるのは私しかいないけど。かっこいいですよ、キジメさん。さ、セリフを。そうしょうがないわね。さあ桃の神、かかってらっしゃい。行くぞ。じゃあ、雨ムチトルネード。ちょっとキジメ、ここはやられる場面でしょ。そうだっけ。わあ、やられた。桃の神様、
滅んだ。カトリーヌ姫、もう大丈夫。都の平和はこの桃の神が守ってみせる。みんな、お疲れ様。今回も大成功ね。いやー、皆さん素晴らしい。この調子で午後の舞台もよろしくお願いします。はーい。キミマルもサルキチも呼び込みと大道具頑張ってね。うん、えー、今都で評判のアクション喜劇、桃侍我が道を行く対決、悪の美女紅キジメ、午後の部まもなく開演です。はいはい、二列に並んでね。おい、キミマル、ずいぶん板についてきたじゃねえか。はい、まもなく始まります。お急ぎください。お芝居だ。姉ちゃん、お芝居見ていこうよ。またコントにしようね。やだやだ、今見たい。見たいよ、姉ちゃん。わがまま言わないで。だってねえ、僕たち、モモのお芝居見たいの？うん、見たい。それじゃあ、お兄ちゃんが見せてあげるよ。本当？あ、ついておいで。やったー。でも、チケットが。僕、ここで働いてるんです。だから心配しないで。でも…いいから、いいから。さ、こっちだよ。わーい、お兄ちゃん、ありがとう。あの…さ、ここから入って。ありがとうございます。いいね、優しいお兄ちゃん。冷やかすなよ。さあ、もうすぐ午後の部が始まるよ。お、ワイルドな兄貴、随分客が入ってますね。なんだか新しい役者が入ったみてえだな。こうなったら腕ずくでも舞台をぶっ壊してやる。